みなさんこんにちは、流星です。今回ですね、こういったベンティー系がよく動画で用いているフリップオープンレイヤートランジションについて説明していこうと思います。では早速やっていきましょう。はい、ではやっていきたいと思います。まずですね、自分が選んだクリップからオプションから上にスクロールしてあげるともう1個クリップが生成されます。はい、でこの赤い線を一番左に置いといてあげてください。でその後に上のですねクリップを選んであげて、クリップからフリーズフレームで下のクリップを右にずらしてあげると、この一番最初のクリップは止まっていて、2個目のクリップからですねこういった風に動き出します。はい、でどれぐらいの間隔でフュージョンを作っていきたいかっていうのは自分で自由に選べるので、このぐらいですかねまで縮めてあげて、はい、これぐらいにしようと思います。でまたフリーズさせたクリップを選んで右クリックでニューフュージョンクリップにしてあげます。でここからですねフュージョンをどんどん作っていきたいと思います。でフュージョンを押してあげて、はい、ここからですねメディア1を選択してあげてポリゴンを押します。はい、でこれだと何も見えないのでインバートを押してあげると、はい、画面が見えるようになります。でここから1段階目に上がってきてほしいクリップを選んでいくんですけど、まず点線でどんどん結んでいくんですけど、一番最初に点を打ってほしいのは画面の内側ギリギリのところですね、打ってください。はい、1枚目に自分はこの岩を選択してあげます。今回ですねこういった風にちょっと雑にはなってるんですけど、近くに寄ってあげてこうやって綺麗に打ってあげてください。でどんどん進めていきます。はい、で最後の点なんですけど、最後の点もこの画面の内側に打ってあげてください。でここから、はい、はい、これで囲ってあげます。でここなんですけどインバートをですね、外してこのチェックマークを外してあげてください。はい、これで1枚目は選択され終わりました。で2枚目を作っていきたいんですけど、このポリゴン1とメディアイン1を選択してあげて、はい、コピーします。で画面上にペーストしてあげて、でシフトを押しながらこの線に持ってくるとつながるので、はい、はい、こういった風になります。でここからも一つ注意点なんですけど、この黄色の矢印と緑の矢印を入れ替えてあげます。はい、こういった形ですね。で次に2枚目の上がってほしいところをポリゴンで調整してあげます。はい、でここからももう一つ注意点なんですけど、一番最初に選んだこの内側の点線以外のこの外側のクリップを選んであげます。はい、こういった形ですね。でこれを全部上に一度上げてあげてください。はい、でここから2枚目をですね囲っていくんですけど、このまま2枚目をどんどん囲っていってください。はい、こういった形ですね。はい、どんどん作っていきます。はい、で2枚目も囲み終わりました。ここを確認すると、はい、こういった形でですね2枚目に起き上がってほしいところも囲み終えたので、はい、でここもですね最後一番外枠にこういった風に点をつけてあげてください。でまた同じようにコピー&ペーストしてシフトを押しながらこの線上に持ってきてあげてください。で黄色と緑の矢印を変えてあげる。最後にこのポリゴンをまた3枚目の上がってほしいクリップに調整していくんですけど、ここもですねこの3枚目のこの内側の線以外の外枠の線を全部選択してあげてください。はい、で全部外側に持っていってあげます。はい、すると、一番上のですね3枚目の、クリップだけ選択された形になります。ここもですねインバートのチェックを外してあげておいてください。はい、で画像がですね浮き上がってくる、フュージョンを作っていきたいと思います。メディアイン1を押してあげてシフトプラススペースキーを押して DBE を選択してあげてください。でアッドを押してください。はい、
で、ここから調節してあげます。で、まず最初にこのピボットの Y 軸を0にしてあげておいてください。これがですね 0.5 とかだったら、この画像をですね反転するときに起き上がったですねトランジションにならないので、これを0にしてあげることで下から上にグッと起き上がってくるトランジションを作ることができます。はい、でここからですねキーフレームを打ったりしてトランジションを作っていきます。まず0ですね、一番左の0の位置に矢印を置いて、ここでキーフレームを打ってあげてください。ここはマイナス90ですね。で、だいたい20ぐらいで0にしてあげます。すると上がってくるフュージョンを作ることができます。はい、で次も2個目ですね、このメディアを押してあげてシフトスペースで DB を足してあげる。で次は、1枚目が起き上がってきたのが20フレーム目だったんで25とかにしてあげます。ここもですねピボットの Y 軸を0にしてあげて、でここでキーフレームを打ってマイナス90にします。でここから39ぐらいですね、39ぐらいに置いて0でキーフレームを打ってあげる。すると1枚目が上がって2枚目が上がってくるという、フュージョンを作ることができます。で同じように3枚目もメディアの下にシフト&スペース DB を入れます。で39ぐらいに2枚目が上がりきったので次は45とかに入れます。ここもピボットの Y 軸は0で、でキーフレームを打ってマイナス90から始めてあげます。65ぐらいですねに0でキーフレームを打ってあげます。はい、すると冒頭で流したようなこういった1枚ずつ上がってくるフュージョンを作ることができます。はい、こんな感じですね。でここから上がってくる動きを滑らかにしたいときはスプラインからこの DVE1 をこのラインですね、この X ロテーションをにチェックを入れてあげるとここに出てくるので、はい、点を押しながら S を打ってあげます。すると、滑らかにカーブ状になるのでここから引き伸ばしてあげたりします。こちらも一緒ですね。はい、こんな感じです。でここ外してあげて次 DVE2 を押してあげます。ここも同じように、はい、でチェックマーク外して DV3 ですね。はい、こうしてあげると上がってくる動作が滑らかになると思います。はい、でもう一つアレンジを加えてあげたいと思います。このメディアを押したまままたシフトスペースを押してカラーコレクターを追加してあげてください。はい、ここの原因をですね全部落としてあげるとこういった感じで真っ黒の画面が浮き上がってきます。はい、ここから上がる直前ぐらい、上がりきる直前ぐらいにキーフレームを打って、で DVE で確認してもらって最後のフレームの直前ぐらいぐらいからまたカラーコレクターに戻って原因を0に戻してあげます。すると、はい、こういった感じで黒から色がつくようなフュージョンを作ることができます。こういった感じですね。で2個目もやってあげます。メディアをチェックしてシフトスペースでカラーコレクターを入れる。で DVE を選択してキーフレームを打ち始めたところがここなので、ここに選択してあげてカラーコレクターから原因を一番下げてあげてキーフレームを打ちます。でここも上がってきた半分ぐらいですかね、ここぐらいにキーフレームを、原因のキーフレームを打ってあげます。
で DVE で確認してあげてください。ここが最後に打ったキーフレームなので、この直前ぐらいにカラーコレクターで色を全部戻して、ここにですねキーフレームが打たれた状態にします。すると、はい、こういった感じに黒から色がつくフュージョンを作ることができます。はい、で最後もやっていきます。はい、で出来上がった映像がこちらになります。はい、でさっきの、エディットのページに戻ってあげて、で見てみると、はい、上がってくる映像から通常のですね映像に移り変わることができます。はい、でここから最後の3枚目が上がりきったところ、上がりきった瞬間ぐらいですねにこれを短く持っていってあげて、そうするとスムーズなですね映像になると思います。でまたこの映像の下にもう一つ映像を入れてあげて、はい、再生するとこういった移り変わりの映像を作ることができます。はい、これで完成になります。こういったですねフュージョンの作り方も今後どんどん発信していこうと思うので、ぜひどんどん参考にしていただいたら嬉しいです。今回ですね以上になります。